君はシドだったな。そう警戒することはない。以前初対面でいきなり剣を突きつけたこと、改めて謝罪する。だからそう怯えないでくれないか。君の手を見て強くなると私は判断した。それが勘違いであったのか、それとも、まあそれはいい。君はなかなか興味深い存在だ。ゆっくり話してみたくなったのだが、どうだろう。何をするでもなく歩くというのもいいね。夜はまだまだ長いし、焦ることもない。今しばらくは私に付き合ってくれ。ここいい場所だろ。私のお気に入りなんだ。大抵は一人でふらっと来ていたんだが、シドにもどうしても見せたくなってね。月の雫を見つけた男女は永遠に結ばれるって言い伝えがどこかの国にあるんだ。それを探すのが今夜の目的だったりしてね。血縁の絆というのは当たり前に大切なものだけれど、私は君との心の絆も同じくらい大切に思っている。どうか忘れないで。君は私の特別だということを。今夜はシドとの思い出を作れて嬉しかったよ。最後にもう一つだけわがままを言うなら、何も言わず目をつぶってくれないか、なんてね。